図中の位置が走行を表す。二はけ者。走行は主に地質学において、地層面とその水平面が交わることで形成される線の方向のことである。路頭などの地表ではクリノメーターによって、構成などの地中ではディップメーターによって測定される。岩石のなす、境界面は遠い目で見ると様々に変化しているが、近い目で見ると直線に近似できる。 地層の続く方向であるとも説明される走行は、北に対して何度の差があるかという情報で示すことが可能である。この際において、東西を記録しなければ、当然東に向いているのか、西に向いているのかが判然しないため、東西どちらに何度向いているかという情報が走行の情報である。また測定及び記録する際には変革に注意する必要がある。 これを示すための記泡が規格化されたものではないものの、使用されており、例えば北西に30度の走行であれば、n の30度 W と示される。戦術の通り北に対して何度の差があるかに対しての記録であること、また完全に東西ではない場合は必ず北から、何度の差があるかで表現可能であるため、加藤へ通るによると、 基本的に南からの差を基準とした表記はなされないとされている。しかし山野秋山や坂によるとこれは日本における表記方法であり、海外においては北から時計回りでの記録がなされる場合があるため注意が必要である。北から東西に何度取るかを示す方法を方角法、北から時計回りで何度であるかを示す方法を方位法と呼ぶ。面構造と 線構造における走行はそれぞれ別に計測されることがあるが、久しい市安吉田によると、面構造における走行の測定が誤差が小さく、面構造と線構造における走行の計測において矛盾が生じた場合は、面構造の走行傾斜及び線構造の傾斜を明らかにすることによって解消できるとしている。走行傾斜マークの例、走行は、 N30 度 W、東に45度の傾斜を示す。測定したものの記録方法の一つとして、走行傾斜マークの仕様がある。これは、名称の通り、その地点の走行のみならず傾斜を記録する記号である。このマークを用いて表現する場合、走行は2本の直線のうち長いものの向きである。走行を示す線のことを、走行線と称す場合もある。複数箇所において、 走行を測定したものを地図上にプロットし、その地域の地質構造を明らかにするための走行線図が存在する。また一箇所で測定した走行の延長線及びこれと平行な線を示すこともある。冒頭で述べた通り、走行は地表付近においてはクリノメーター、地中においてはディップメーターによって測定される。ここでは簡潔にそれぞれの機器などを用いた走行の 測定方法を説明する。京都科学による木製クリノメーターを主に路頭において測定する場合に用いられる。計測する層にクリノメーターの長辺を当て、示された走行を読み取る。層に直接当てることが難しい場合には、アクリル板などで製作した補助板を用いる。路頭が明確に観察可能であるが、直接路頭にアプローチすることが難しい場合や、 路頭の凹凸が激しく直接測定すると、かえって測定データの信頼性が損なわれてしまう場合がある。このような場合において、水面がある場合は、地層と水面との交わりの延長線を走行とし、水面がない場合には、地層面が一つに見える場所を探した上で観測者に、生態して、リのメーターを持ち、そこで差し示されたものを走行とする。 このようにして計測されたものについては、平均的な計測値となる。アナログクリノメーターの場合、一般的な方位地震と異なり、盤面に表示されている方角が、東西逆となっている。これは例えば北西に30度の走行であった場合、北を示す地震が、クリノメーターの N と W の間に入ることとなるため、あらかじめ方角を東西逆にすると便利であるためで、ある。 この東西逆表示は、日本の江戸時代において、売りの利子の一人であった、金沢聖左衛門という人物が始めたと言われている。ここで扱うディップメーターは、共振回路などの測定に用いられる、ディップメーターとは異なり、90度ごとに計4本のアームが存在し、これらのアームを直接層に接させた上で、電気抵抗の差を求める機械である。 これを用いることによって走行のみならず地中の傾斜を直接的に求めることが可能である。松野によると、明確に地層が露出している場合において、走行空中写真を用いて決定可能であるとしている。また地形が入り組んだ場所にあったとしても、同じ層が同一高度に存在した場合において、その2点を結ぶことによっても得られるが、傾斜が緩くなるとともに正確性が低下するため、 精度の高い機器が必要であるとしている。その面が平面であった場合、戦術の通りに測定したデータおよび傾斜を複数用いることによって、その面を定義することが可能であり、その地域の地質図を作成することが可能である。ここに地形図と走行線及びこれと平行な線を合わせて示し、その線と同高度の点を結ぶことによって、その境界を示すことが可能である。 ありがとうございます。